ます。はい、どうも。トイストーリーの新作を見るため、子供と旧作の見直しをしてるんです。うん、トイストーリー4、とってもいい。あ、そう。うん、見なきゃね。あ、すごい。本当に、こんなに感情がないって秒でわかるね。え、いつこさん、言われてるよ。何も言ってないのにね。トイストーリー、わかる？トイストーリーでしょ、うん、わかりますよ。誰が出てるじゃあ。あの、カーボーイの子、うん、うん、名前トム。ベッベーウッディ。ウッディね、はい、はい、正解です。よかったのかな。昨日、娘が夕方そのまま寝てしまい、はい、夜中起きて、パパ、トイストーリー見ながら眠るからつけてっていうので、つけてあげると秒で寝るんです。かわいい。そして秒で起きた娘は少し進んでいる画面を見て、パパ、なんで早送りするの。怒って私を叩き起こすんです。私は娘に、いや、みずほ、君少し寝てんだよ、うん、パパ触ってないよっていうやり取りを何回かやるんですよ。私は突然金縛りに遭い、おがき、うめいていたんですが、娘は平気で、トイストーリーを見て助けてくれず、私は嫁に、うるさいって蹴られて、やっと金縛りが解けました。昨夜の出来事です。こんなおかしいことって、やっぱおかしい人には何回も怒るので。想像したらすごい。だから、こんなだって。娘はもう全然トイストーリー見て、そうやって奥さんからうるさい、あんたもう何がうーうーうーってかかって蹴飛ばされちゃったね。でも奥さんのおかげね、まあ解けました。すごいな、想像すると本当におかしいね。すっげーね。